はいどうも、エビル高校が楽しすぎて毎日眠れませんミストです。本日はですね、初心者無課金美課金者向けに向けた向けに向けたってなんだ、向けた動画になります。デッキがこんな感じですね。見ていただいた通り自前で限定キャラゼロ常設キャラのみとなっております。左からレイリーつくもモードススキサイガでフレンドにね50の最強借りてるという感じです。まあ、ちょっとねお前解放をし進みすぎだろっていうね声はあると思うんですけど、まあ、そこはちょっと目をつぶっていただければなというふうに思います。まあキーマンはっていうか目立つのはやっぱりつくもですよね。こいつがね常設唯一と言ってもいいくらいのねスナイパーなんで、まあ、彼を交えてね精神ポイントを取っていきたいと思います。でねメンタルを3枚編成にしてるんで、まあ、ここでね無理やり精神ポイントをタックで稼いでいくというのも狙いの一つですね。で上限はミートじゃないや守備と補給で金徳10個狙っていきたいなというふうに思います。で初期値はまあバランス型ですね。でアイテムで万能パードリンクと招き猫持ってきております。完全盆栽でやっていきましょう。まあ序盤はとにかくこういうね人が集まってるところにひたすら向かっていきましょう。さあつくも使うのとかね何年ぶりなんだろう。もうちゃんとミキサーせずに取ってありますからね。私暁ナインだけはね絶対にミキサーにはしないんで、好きなキャラだっちなんでね。まあここはどっちにしよう。まあ美味しいのはねダンジョンの方だからね、ダンジョン行こうか。ダンジョンイベント経験点倍になるからね。さ、で、まあ序盤の立ち回りとしては、佐伯と佐賀のね、タックが強い、この二人をね、重点的に評価上げて、まあ、フィニッシュボーナス一つでもね、多く狙っていけるようにしていけたらなと思います。これはすごい。序盤でこの4人は熱いっすね。まあ減りづらいっていうのはあるんですけど、ポイントがめちゃめちゃ入るんで4人いると素晴らしいリベンジ。しかも黒金ねこれ終わらせたらチームメイト評価一気に20上がるんで、それもちょっと狙っていけたらなと思います。メンタル練習に人が集まってほしいな。なんでメンタル一人でもこの強さだからな、一人でこの強さやばいな。ただここは佐伯ときたさあるね。あーどうしよう、強引にポイントいくか。最近ってことはここは最近のタックも早くねできるようにしたいんでね、タックのあの固まったものを全部取りたい。さあこっからイベントが起きるはず。来たつくものイベント、まあ効果あるのかなでいいでしょう。体力ちょっとあるんでね、めっちゃ減るけど評価は上がる。お、そっか、お前初期評価高いからいいね。いやー、メンタルにひどいね。くそ、断念。あー、ギャップ王子、回復イベントね。体力ある時にあんま来てほしくないんだけど、ここは調子安定もらっていきます。まあ、あれなんでね。あ、調子安定もらったら調子安定イベント来たわ。モテモテもらってもさっきの意味なかったんで、こう思い切って飛びます。あ、普通だった。オッケーオッケー、全然オッケー。こういうのでいいよ、こういうのでいいよ。いやー、ポイントがうまいうまい。セクイチでこれできたら結構理想かもしんないですね。孤立化、協調化。これもまあ、チームで評価上げたいとこなんですけど、選球眼をもらっていきます。いいね、全然いい。人いっぱいいるからね、ボーナスが美味しいですね。で、ここで次、佐伯のフィニッシュできたら、めっちゃでかいですね。うわー、また回復イベントが。まあ、これね、チームで評価も上がるんで、すすきのね、すごい長所といいますか。うん。イベントはこいつ、バカ強いっすよね。佐伯あー、惜しい。これ行っちゃっていいかな、早くね。チームで評価も上げたいしね。最近をこの6分の1をって狙っていくのもまあ、心が折れる作業でもあると思うんで、ここはもう行っちゃおう。
イエーイ。オッケー、回復イベント来んだよ、回復イベント来んだよ。あー、いらん、本当にいらん。で20アップ理想的マジで。これでみんなピンクになった、なったっぽいぞ。これは神ですね。肩と総力にいるというわけなんですけど、筋力はもうボーナス達成できないからな。え、マジでなった、なったー。神ってる、神ってる男だな。守備っとく、守備っとくか。つうわけでリベンジ取ってパワー引ください。かくらん、レアなやつ来たな。体力下げていく、回復していく。つくものこの強いところですね。さあタック、打撃、ちょうどいなかった、打撃来たけど、ここ体力ないからな。肩は無念ですね、これ。まあ、切り裂き行こうか。練習。まあ、筋トレ多いからね、しょうがないね。さあ、来い。肩。あー、終わったとこ来たよ、もう。終わった瞬間来んなよな、本当に。まあ行くけど。よし、回復いいよ。これでね、回復イベントが多いってとこがね、非常にいいところかもしれません。あー、フワと暗い影ね、これね。攻める必要もないんだけど、攻めます。よし、くそー。お、守備いけたのはでかいね。守備ね、ススキしかいないんで、ここの達成は大きいでしょう。できればツクもいてほしかったけど。いいね、強っ。パワヒ打球伸びとか神か。テロペガチ6、いいね。ガチサクセスでよりもポイント入ってるよ。いいね、つくもちゃん。つくもちゃん素晴らしいね。うわぁ、4人。これさっき来てたら熱かったな。なんで固まるかな。SG がこれでいける感じか。ちょっとね、体力管理が難しくなってるんで。いいね、つくもちゃん。神か、お前は。あー、肩も強いけど。メンタル終わっちゃうね。まあ、総力いっとこうかな。でも、太平楽がそんな強くないからね。ダンジョン、でも、ボーナスないしな。まあ、それかな。くそー、で、終わった後来るんだよな。マジで、ある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 。3人か。3人。春英ね。体力なくなっちゃうんだよな。まあ行こうか。もうポイントをね、もう強引に狙っていきます。よし、回復。レイリー来た。うわー、肩もでかい。これちょっと怪我率怖いんで、唯一のこの万能パワードリンク使っていきます。で、レイリー来たんでミートも上げて、コツは、全然取れてないから、かくらんだけでいいかな。
ケー。いや、片守備押されたのでかいね。次、総力さえ抑えちゃえば、だいぶ楽になるぞ。影響が来たね。さあ、覚醒王子。乾燥か。成功してくると、骸骨がもらえます。まあ成功率低いからね。よし。少し。で、メンタル。まあ、迷宮も招き猫ありますけど、無断に打っていこう。ススキって何があったっけ？うん、特にないっすね。ちょっとつくものの精神ボーナスがあまり活躍しないんだけど。下げる下げる。わー、レイリー早い。まあ S にはできるかな、ミート。よし、これ待機やな。で、久々に練習が渋くなったと。渋くなってしまわれたなら普通に休もうか。モードを忘れてた。モードに関してはまあ魔術師にしていきましょう。失敗が怖いんでね。打撃かメンタル。いけい、強し。でもマジでつくもがいないのがさ、ウケるんだけどね。モードはいっか。よし、ボーナス美味しい。オッケー、パワーヒョも取っちゃっていいね。追い打ち。パワーと追い打ちかな。阿部飛はちょっと待ちます。打撃、まあ、いっちゃった。阿部飛来たらドンマイだな。まあ、しょうがない。今反応がワンテンポ遅れたわ。あ、ツモできまーす。まあどうしよっかな。大吉出せばいいんで、うまくなりましょう。大吉出して体力マックスにしようぜ。中吉しか見ない、本当に。で、すかさず阿部ひとって、うん、なるほど。ちょっとデッキ見て、依存あるのは、ああ、もう、ミートくらいか。オッケー。じゃあ他あげなくていいや。人がタックにはなってない。守備もいけずと。うん、シラス SG ダンジョンが狙い目と。SG は次も達成か。まあここ美味しいけど、いや、おっと、これはマイナスイベントですね。お、打撃間に合ったか。よし、強し。臨床がめちゃくちゃ入るな。打撃タックとは思えないポイントの張り方ですね。春影が入ったと。春影も終盤でしか使えないからね。まあそこはいいとして、レイリー頼むよ。 OK、 これで不安要素ゼロ。かなりかなり、よっしゃ、でかい。君のかなりはね、本当にでかい。バカみたいにでかいよ。で、備品書どうしよう。備品書どうしよう。
ちょっと整えるか。35の。いや、整えてもこれか。ちょっとどうしようかな。敏捷系取る。敏捷系、敏捷系、アーミノ式。敏捷系、敏捷系、アーミノ式。こんな運動しなくても。って知ってる人いたら、うん、友達ですね。打開どうしよう。てか、敏捷結局ね、守備とか上げて、守備補強上げてったらね、なくなるんすよね。いや、もう知らん。いいねー。ほら、このように。あ、でも、敏捷入るな。あと、総力だけ。狙い目は。うわ、強っ。今のボラス強すぎだろ。ハイボール一層4番。これも洗って精神もらいましょう。うん、体力あるしね、いいや。ダン・ジョンソン。あー、総力でフラグ立てるのありだね。早めにやっときたいし、まあ、波動でもいいんですけど。あー、最大値狙うとコツ欲しいな。でも次回復あるから、ハイボール。ハイボールさっきもらったよね。2か、2なら取っちゃおう。どっちかなー。ダンジョンも強い。ダンジョンにしよう。2月1週目で回復あるんでね。サイガー乾燥。結構セクリハマったんじゃない？うわ、これ多分ガチサクセスより出てるぞ。しゃあ、いい波乗ってんね。お、早い。レイディがね、やっぱタック低すぎるよね。佐伯が、通り来たらしょうがない。意外性、いっちゃおうか。OK、これ何回目だろう。ポイントだったか。粘り頼むよ。ここよっしゃ、ありがてえモブ女子、ありがてえ。でこればっかりは総力にしよう。うん、総力達成しちゃえばもう怖いもんなしなんでね。佐伯パイセンもリーチ一発つもピンフタンヤオドライオンバイマンか守備職は粘って1か。1はステイだな。1、1、2、1、2、4番丸。うーん、ちょっとわからないんだよな。筋力足りるかどうか今後と置いときますか。で肩35にして守備と補給をちょっと上げ始めるか。あ、惜しい。打撃切っとくかね。モードちゃん大丈夫でしょう。ゲイ総力、うわ足りないっていうね。まあこれは休みでしょう。行きたいけど行きてー。ここで SG のこのポイントね、どうしよっかな。めっちゃ悩むな。ここなのか。果たして万能パトリンクは使っちゃったし、いやここじゃないと思う。
やめて、マジでサボりです。うーわー、もうお前それだけはマジでやめろよ。何のためのバントリンクだったんだ。もう来ないと思って使ったのに。あー、ここは直すしかないな。うわ、最悪、本当に。なんで来たかな。いい流れの時に帰ってくんだよな。おっと。あ、これはね、どうしよっかな。ポイント取るか、最大値取るか。まあ、ポイントでいいか。総力。あー、こねー。メカニクスってあと何人？あ、出てない。まあ、いっちゃおうか、強いし。これは切り裂きで。あー、それ終わったか。そう。そして練習も渋い。ちょっとペース落ちてるな。遊ぼう。サボり癖で一気に流れ変わった。シラスが来てくれたと。で、レイリーで達成でいいかな。シラスは300青春入るんでね、これはマジで救世主。よっこらせ。これ何回目かな。そろそろ7回目も近いんじゃないかな。お、7回目ですね。あとは総力マジで頼みたい。お頼みもしたい。打撃、守備。総力人いねえしな。まあ、回数稼ぎで打撃いっとこうかな。おっと。これ、それきついかな。レイリーにかかってんだよな。お、メンタルで回復は美味しいし、うん、強い。あざっす。ブレマスダンジョンくらいはちょっと行きたいな。よし、ここで総力いっとこう。おっと、これ捨てるか捨てないかどうしようかな。まあ、捨てようかな。コツで言うと、代打。いまだにこれコツどうやってランダムでもらってるのかがよくわからないんだよな。5番、あーでもなんかちょっと筋力足りてないよね。まあでも査定高いから取るか。総力！あー、オーマイガー、ただ強い。力練習したいだな、本当に。このドキドキ感、たまんないっすね。ちょっと、キリンラブズスポーツを伸ばしてください。よっしゃ。
キャットボール。やっぱカットボールほんと打ちづらくなったよね。カットボール7が最強の変化球まであるぞ。まあ、ドロップカーブには勝てないけど。よし。試合経験でボーナス持ちが3体いるんで、まあそこそこポイント高いっすね。まあレイリーが45になればもっと上がるんですけどね。まあちょっと減速したけど、まあ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 、なんとかなるって感じかな。いやー、減らさないでー。総力、あー、マジで総力来てほしいの。そう、こうやってね、上げていくと、結局ね、総力足りなくなるんですよ。これ休もう。次のターンにかける。ピロっぽいやつ。精神。これだけはね、覚えてんだよ。あー、止まったー。止まっちゃやーよ。うわー。練習が渋い。こういうの困るんだよね。あと2回やんなきゃいけないしね。打撃いっときたかったけど、打撃にいないっていう、守備しかないね。レーザー。これは潰します。あー、アタック来ねー。やばい、総力が終わる。あと一旦持つか。打撃踏んどきます。頼む、ここに総力来ないと詰む。 SG はある。頼む。あー、終わった。残念、無念。レイリー仕事してよ。売れます。あ、人いないし、もう総力本当に間に合わせたいんだけど、ギリギリ。この筋力ポイント美味しいですね。地味にさっきの一層も美味しかった。取っちゃおうかな。いや、一層だけはちょっと。まあどうせ多分もうもらうことないと思いますけどね。土壇場達成狙うよ。あー、これはあるな、ワンチャンあるな。あ、それをもう一回来てくれれば、これがもう一回来てくれれば達成できる。だからなんで、うわー、てか、ラストターンじゃん。これで、うわー、リーチはいっぱいあるんだけど、これ、走力来て、綺麗に達成するのが一番気持ちいい。で、他で言うと、ダンジョン波動がリーチだから、波動、あ、でも行っちゃうとな、万が一があるからな。ダンジョンないしね。肩はまあ終わっちゃうから、ここは行っちゃおう。うん。頼む。次僧侶来たらマジ神。よし。メカニクスも間に合った。頼む。ここで僧侶マジで来てくれ。来た瞬間、金徳10が一気に確定する。筋力取っちゃっていいかな。
パーヒ抑えてるし、いっか。頼む、本当に頼む。来い。くっす。金獣の夢ついえたけど、まあギリギリあっちはいけましたね。あー悔しいな。つくもさんありがとう。めった打ち取れなかった。その代わりいっぱいボーナスはゲットできたな。まあ、メカニクス打って波動打って瞬影打ちますか。まああとは何が欲しいんだろうね。普通に最近のシングルタックがね、全然人いないのに強すぎるっていうのが。よし。あんだけ総力狙ってて来ないからね。怖いわ。早くも2種上限は達成。なんでまあここからコツを取りまくりたいと思います。ポイントバランスはね素晴らしいんだけどね。金徳マジ欲しかったな。割と就職ワンチャンあるしね。まあめった打ち取れなかった分いっぱい徳の取りましょう。サクセス自体は、なんか、すげえハマってたとこもあったし、ちょっと渋い場面も続きましたけど、まあ、盆栽にしては、なかなか良かったんじゃないかなとは思いますけどね。今、感想を言うなって話なんですけど。雲の活躍も見れたし、最近ああでもここ強いな。ここ強いけどでも結局ね精神が足りなくなる恐れがあるんで。次メンタル来てよ頼むから。波動使ったんだから。何が得意のシスアップだよ。しばくぞ。吸入痕は取っちゃおう。これでも精神足りてないからね。高速レーザー、キャッチャーから矢のような送球が飛んできます。連打ないんだ骸骨。これは運だからな。しょうがないよな。意外とポイントバランスつらい。このアンドロメダがね結構強いんでここで負けないようにしたいっすね。危なっ。よし。リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている沼尻。今の豪快に持ってったな。さあ、美味しいタックよ、来い。ヒュン。全然さ、得意練習率アップ発動してないんだけど。
まあレイリーでしょうね。で春英をぶちかます。肩も強いけど、いっとこうか、メンタル。やる気がどうしてこんなに低いのだろう。鶴瓶打ち重いな。連打持ってるやついないよね。さあどうなるかな最終的に。それはちょっと待てちゃ。4回の裏、エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターはヌナチビ。ケイ、失投は逃さない。米山、エビル追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面でヌナチビ、カーブはボール。第2球投げました。あーちょっと詰まったですよね。満塁でこれはもったいない。もう一本打たないとちょっと最大で入らないな。ゼフ超コントロール F 疲れたとか絶対打てないんだけど。うわもうやらかした。あーやめてよマジで。もくそだいぶロスったな。うわひどい。ドラ1は確定か。まあここかな。いやー自分が許せないわ。打てないと。打ちづらいとこ投げてくるね。第3球を投げた。インロー際どい球ボール。第4球はボール。マジでそういうの困るから。うわ魔球だろ今の何その軌道でか嫉妬って。うわやば。奇跡だろ今打てたの。よし。さあ次の投球。独身率ありがたいわ。レイリー必須級なのに独身率ってのがやばいよね。ああ怖い怖い。6回の裏、エビル攻撃に入ります。先頭バッターはヌナジリ。今日3打点を挙げています。広角打法も確かね取れてないんですよ。だからそこも取っていきたいよね。最後サイキサイキじゃねえやサイガからもらいたい。それはうまい。ラストターン頼むよ。かぶりまってん。ほい。メンタル。お、いいね。いいタック引けた。つうわけで、何か取らなきゃくちゃいけないものはなさそう。メッタ打ち欲しかったな。速攻。続けて広角打法は取りましょうか。
どんな選手ができるだろう。多分1万1000いかないくらいだと思うんだよな。ああもったいな。本当に最近バッティングダメダメだろう。やばい、パーちゃん前にこれはやばいだろう。バッティングが下手すぎるっていう。よし、危な。さて、いやーでもまあポイントバランス的にはまあ結局精神は足りなかったっすけど、まあ、良かったんじゃないですか。強引に稼げた感あって、つくもさんもね活躍したんでみんなぜひ使おうで、つくも。あ、1枚1000超えた。というわけで例のごとくね、また査定振っていきたいと思うので少々お待ちください。はい、というわけで、振り終わりましたという感じで、特能がこんな感じ。はい、で35個かな、36ですね。36個で金徳9ですね。まあここね、最後総力タック来てればもうちょっと査定上がったんですけど、まあそれは仕方なしという感じです。はい、では結果見ていきましょう。レディー、はい、 SS3 ですね。これね、メッタ打ち取れたらワンチャン4ありましたね。うん、っていう感じでした。はい、まあ、なかなかいいサクセス、最終的には、途中ちょっとね、サボり癖とかで切れましたけど、まあ、いい感じのサクセスできたんじゃないですかね。デッキがこんな感じです。はい。このデッキでもいけるんで、うん。まあ、ぜひね、お試しあれと、つくもマジでおすすめなんで、うん、精神取れるんでね。はい。弱くはないですからね。回復イベントもめっちゃ、このサクセスではね、ハマってくれましたからね。はい。まあ、回復イベント多いのと、うん、金徳はレイリーさえ通しちゃえば、みんな確定というとこが、まあ、強みではあります。あれ？ちょっと待って、つくもって確定だったっけ？最後にそれだけちょっと言っておきましょう。つくも、確定じゃなかった記憶が今蘇ったわ。成功率はめちゃくちゃ高いと思うんですけど、つくもは、ですね、ああ確定じゃないっすね。まあただめちゃくちゃ成功率は高いんで、うん、まあおすすめのキャラでございます。まあちょっと総力とね、肩と守備が一人ずつしかいないんで、そこのねタックフィニッシュボランス達成が難しいところではあるんですけどもね、まあぜひね、参考にしてみてください。はい、まあ検証としてはいい結果が残せたかなと思います。私自身もすごい楽しくサクセスできたんで、まあ、エビルね、今後ちょっと研究を深めていけたらなと思います。ではね、ぜひね、チャンネル登録と高評価お待ちしております。っていうかマジでお願いします。